10番ホール、ここは、まあ、崖越えでできているところでちゃんと打たないとミスショットになりがちなホールですね。青木さんは、まあ、本当にドライバーとして今回は左側のラフ、ちょっとグラスバンカーですね。前半終わって1バーディー、2つのパー、あとはボギーということで5オーバーの41で回ってきています。これは目標スコアはかなりクリアできそうな気配ですね。左のちょっとラフですね。見てる限りはそんなにペースダウンをしてる感じもしないので、まあ、いい調子で来られてると思います。まあ、バーディーも取りましたしね。バーディーが来ると気持ち的にねちょっと疲れが飛ぶんですよね。先行きます。ありがとうございます。このラインに来てて、ちょっとね、右行っちゃってたんで、いいかな？うん、ここ結構意外と浅いんで。3打目。3打目、はい。止まれ。当たり良かったんですけどね。ちょっとだけ、ここはねやっぱ右狭いんで、やっぱ左目。さあ、ここは336ヤードのパー4。ちょっと左ドッグ、フラッチの丸には落としどころを考えないで。目が震える。こっち打っていいんですか、超えてるとこ。はい、大丈夫です。3打目で行きますね。はい、よいしょ。
うん、ナイス。ちょっとドライバーが力入ったり帰らなかったりして暴れますね、うん、ちょっと右が多いですね。多い。ゆっくり振ってるつもりなんだけど次手が帰らなくなって、はいはい、ここは236ヤード12番ホールのパー4。距離は短いんですけれども見てわかるようにグリーンの手前にバンカーがいくつも構えています。入ると出すのが苦労するのでできれば左サイドから、まあ、セカンドが乗らなくても。あーやば、これは OB かも。あーここまで順調に来てたんですけれどもね。もうちょっとありそう。左に曲げた青木さんのティーショットは隣のホールのラフで止まっていました。もしなくなったかなと思ったり、まあ、OB だったり本当にロストした場合は探すと1分探すのが本当にワンペナルティと中断なので、探さずにワンペナルティを払っててもそこから打ち直した方がいいですね。ちょっとライが厳しかったのか、まあ、でもボールはナイスアウト。失敗。あ、出てきましたね。これはナイスオンです。さあ、ショルダーを肩からかけたままパーパット。これは入らなかった。惜しい。ボギー、うん、ナイスボギー。疲れたー。お、行った。これはいいじゃん。よいしょ。あー、やっちゃった。これは出ますよ。はい。スーパーショットっすよ。出てた。ナイス。やっぱね、PR じゃん、広告じゃないけど、はい、グリップが効く。あ、ドライバーとかも、うん、右足で打てる。強いか、強いか。ナイス。なんか、ところどころいいとこ見せてるんですけど、こいつ多いっすよね、僕。ちょっと、スコアなかなかね、こうもったいない。さあ、ここまでのタイムの経過時間は45分40秒。ここまで来ると、もちろん足の疲労は来ていますし、バッグを担いでる腕にも使うことができます。うん、ナイス。ナイス。距離の短いパー5なので、サービスホールですね。ただ S 字の
ホールですので、ティーショット、セカンドとマネジメントがしっかりしていかないといけません。いらない。アドレスを一回解きましたね。右からのドローでちょっと落下方向ですが、まあ、手前のラフですね。あ、ちょっとね、薄く入りましたね。の第3打目、青木さんはセカンドでちょっと薄く入ってしまって、まあ右にちょっとミスをしたショットでしたね。ただミスといってもそんなに大きなミスではないので、ここからしっかりと3打目で乗せていきたいですね。ちょっと難しいアンジュレーションのグリーン、バーディーパットは、距離は良かったですが、ナイスパー。ここも右に曲げてきますよ。ここそうですね、裾。裾のスーパースライスで、おお、いいとこじゃない、どまっすぐ、おお、ナイスです。ここはちょっと頑張ってバーディーを。クラブ重踏ん張りどこです。あれかな、いや、いいんじゃないですか。体力的にはどうですか。まだやばいですか。結構来てます。これ本当にシューズのおかげで持ってる。はいはい、うまい。止まれ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 、戻れ戻れ、うん、大丈夫です。ああもったいない、ダボもったいない。ショートゲームがね、ちょっとこっちトンネル、トンネルくぐります。